この世界の把握は容易だった。大地のありよう、歴史、生物分布、物理法則、政治構造や思想、今の事象をまだ君が疑うのなら、次に疑うべきは何？塵は緑に、緑は灰に。思考して再び世界はここへと立ち戻る。あなた何者なの？あなたは知りたいかな？君の身に何が起きたのか答えなさい。ここは何？あなたは誰？重い。俺たちがここにいるのは多分軍服の姫君から。どうしてあなたは知ってるの？本来なら想像力から可能性として生み出された世界は直接因果関係を持たずに独立する。君はまだ世の力を正しく理解していないようだね。有機的に情報が連なっていくことで加速度的に連鎖反応が起きる。ようこそ享楽の神々どもの恐るべき世界へ。あいつはこの世界を神の世界だと言ってた。あなたも私と同じなの？彼女の言っていたことは本当なの？あいつもひょっとしてあっちから来たやつか？もうこんなわけのわかんないのはたくさんなんだよ。君の倫理観はどうにも直線的だぞ。私あなたたちを説得しに来たの。同じ土俵で戦うなんてことはなかったはずだもん。貴様虚謀を浪するな。ここはいい世界みたいだね。我らの世界の変革、神々の地に制裁を。この世界を作る神様なんて私は許さない。正義を力でなすのなら最後まで力で押しなさい。覚悟を決めて政治やぞ。まだ生まれぬあなたの世界はきっとあなたを待っている。どうして僕は、彼女を知っている。